皆さんこんにちは。今回は高麗優文言の第10番、一つの音符にまとめられた2つの拍子部分のリズムを読む練習です。さて、一つの音符にまとめられた2つの拍子部分という言い方はかなり分かりにくい表現ですが、要するに2拍分伸ばす音符ということです。つまり4分の2拍子や4分の4拍子なら2分音符、2分の2拍子や2分の4拍子なら全音符ということです。4分の2拍子や4分の4拍子の時は1拍を四分音符で表しますから、2拍分の長さを表すには四分音符2つ分の長さを持つ2分音符を使います。2分の2拍子や2分の4拍子の時は1拍を2分音符で表しますので、2拍分の長さを表すには2分音符2つ分の長さを持つ全音符を使うのです。このように例えば同じ2分音符でも4分の4拍子の時は2拍分の長さを表し、2分の4拍子の時には1拍分の長さしかありません。このあたりは少しややこしいですが、今何分音符で1拍を表しているのかを意識しているしかありません。それは楽譜の拍子記号の分母の数字を見ればわかります。今回の10番と次の11番はその2拍分の音符しか出てきません。つまり出てくる音符が全部同じ長さなので、今までの課題と雰囲気としてはあまり変わらない感じがするかもしれません。でも実は今までのは1拍に1つの音符だったのに対し、今回のは1つの音符で2拍分伸ばしているのです。では聞いてリズムを読み、できれば一緒に歌ってみてください。今回は音域が広く、音域の跳躍も激しいので、調は胃腸調、変路腸調、波腸調の3つに限定します。今日の動画はここまでです。ありがとうございました。